はい、じゃあこれからですね、太古の東岸にあります、ソンカ通り、ソンカ通り、ちょっと発音がすみません、申し訳ありませんが、ソンカ通り、5番のソンカ通り、はい、にありますサービスアパート、はい、ここのご紹介をします。2010年にね、建築されて、まだ築浅なんですけども、まあでも非常にですね、快適なというか、なんて言いますかね、ちょっと通常、ハノイの市内で絶対に見ることのできない、お目にかかれないアパートですね。もう目の前、道路をこの挟んで、スンクア通り、この道路を挟んで、目の前がスカーッとしたこの太鼓ですね、まあ、向こう、ちょっと緑で隠れて見えませんが、向こうがもう太鼓の景色とですね、こちら、ハス池、今ちょうどもうシーズンで、もう間もなく花が咲くかなと、まだつぼみの状況ですけどね、こうハス池がこの時期、きれいに咲き乱れるんですよね。この景色を、スカーッとしたこの景色をそのままもう一望にできる部屋ですね。この部屋の4階が今空いてきました。はい、まあめったにこの辺はね、人気があって、なかなか空いてもすぐに決まってしまうんですけど、特に外国人がね、やっぱりこの景色はやっぱり外国人、アパートとかに住むことのない外国人の方でも西洋人でもここ住まわれる、はい、そんなとこですね。はい、非常に希少物件です。なかなか出てこないですね。はい、じゃあここのソンクア通り、5番のソンクア通り、はい、こちらの建物、今から見ていきますね。はい、じゃあこれから部屋の中ですね、撮っていきます。まず、エレベーター上がって、このフロアですね。はい、もうさーっと撮っていきますね。まず玄関を挟んで左側リビング、ダイニング、キッチンです。はい、こんな感じです。こんな感じですね。どうでしょう。もうレイクビューがバッチリですね。レイクビューがバッチリ、ものすごく明るい、はい、部屋です。全部で100平方メートル、ちょうど100平米。はい、この今、間もなくもうね、ハスのシーズンなんですけど、眼下にこの広がるハス池ですね。はい、足元からもう天井まで、もう特注の大きなサッシで、はい、まあ仕切られてます。で、ちゃんとね、窓もついてますので、こうやって開けることができます。で、網戸ですね、虫対策で網戸もちゃんとついてます。はい、この状態、なかなかここが開かないんですよね。はい、なかなか開かなくて、もちろんサッシはペアサッシですね、はい、防音、サッシになってます。こちらも開きますし、はい、網戸ですね、しっかりとついてます。こういうお部屋ですね。もうレイクビューかぶり付きのお部屋ですね。なかなかまあめったに出てこないんですけど、いろんなところをね、まあ、1000ドル、1500ドルまでぐらいで探されてるお客様がいてて、探すんですけど、まあここの部屋を見た瞬間にもう、あ、ここで結構ですと、ここで決めますと、バシッともう決定率がほぼ 100% の、案内訪問ヒット率がですねほぼ 100% の部屋です。はい、この景色が手に入ります。毎日この景色をめでながら生活していただけるという部屋ですね。細かく見ていきます。はい、ダイニング、まあ、テーブルが4人掛けありますね。で、L 字型のソファで、テレビですよね。テレビ台、もちろん Wi-Fi のインターネットもついてます。はい、ウォーターサーバーとか、まあ、キッチンシンクで、乾燥機能付きの洗濯機ですね。で、ビルトインのオーブンと、横にはレンジ、はい、日立の、まあ、ちょっと大きめの冷蔵庫があります。で、まあ、IH ではないですけどもね、表面が熱くなる、この電気で調理をするタイプと、コンロですね、はい、あ、ダクトですね、換気扇ですね、はい、まあ、収納に関してはね、細かく、この木目調のもので、こういう感じで作ってます。下も、はい、こういうお鍋とかね、まな板、包丁。そんなのも全部つきます。はい、こういうチョップスティックとかですね、包丁つきます。はい、で、裏側ちょっとこうカウンターになってるんですけどもね。はい、こちら側の下も、まあお皿をね、こう置いておくような、はい、こういうタイプのものもあります。はい、それとちょうどね、この下、水回りのこの下がね、綺麗かどうか、これ汚かったらもうやっぱりね、手入れが行き届いてないという証明なんですが、まあ、見ての通り綺麗になってます。はい、2010年建築です。2010年建築ですので、まあ、まだ5年、4年、5年経ってる感じですけど、まあ、4、5年経ってるとね、ベトナムの場合はもう、カビだらけになってくるんですけども、そうではありませんね。非常に綺麗になってます。非常に綺麗です。はい、こちらが、生活空間ですかね。リビング、ダイニング、キッチンですね。リビング、ダイニング、キッチン。はい、エアコンも 2way 冷暖房ですね、はい、のものがついています、はい、こちら側明るいですよね。もうスカーッとこの光が、まあ、こちらの向きは北向きです、はい、北向きなんで、まあ、南とか西とかじゃないんでね、暑くはありませんね、はい、まあ、これぐらいがちょうどいいかなと。で、各その開口部には必ず網戸がついてます。ここもねちゃんと網戸が、はい、見ての通りついてますので、まあ、季節のいい時はね、外の空気をこう入れながら空気でこう室内を通すというふうなこともできます、はい、じゃあ逆に、はい、反対側ですね。入り口挟んで反対、まあ、下足箱がね多分この辺になってくるんですね。ちょっと玄関から少しだけ距離がありますけどね、微妙な距離があるんですけど、はい、ここに下足箱があります、はい。で、じゃあちょっと奥の方行ってみましょうかね。メインベッドルーム、逆にリビングとは反対側にメインベッドルームがあります、はい、綺麗ですよね。コーナー出窓がこう、出窓じゃないな、コーナーの窓がついてて、はい、ここも開けることができますし、上からこう引き下げて網戸ですねもつけることもついてます、はい、両サイドには読書灯がちゃんとついてて、サイドキャビネットがきっちりと2つ並んでます、はい、これがメインベッドルームですね。で、メインベッドルームに通じるバスルームですね。メインベッドルームに通じるバスルーム、バスタブと、はい、グラスシャワーと2つ並んでます。で、こう木目調のねこういう収納がね、タオルとかバスタオルね、その辺をこう収納しておくのにちょうどいいようなものがちゃんとこうつけてくれてます、はい、でコーナーにはああいうね置物もちゃんとありますので便利ですよね。でこれ開くんかな、開きますね、はい、ガラスの裏面は、はい、収納スペースになってますね。収納スペース、はい、でアメリカンスタンダード製の洗面台と、まあ便器ですよね、はい、こんな感じです。バスタブ付きです。で当然ここもね窓を開けて湿気を飛ばすという意味では開けていただくこともできます。よいしょ、こうね外ですね、はい、こんな感じです。これがメインベッドルームに通じるバスルームですね。はい、こんな感じですね。で、換気扇ももちろんついてます。はい。で、まあメインベッドなんでもう一つね、収納がこんな風に、ちょっと木目でね、とってもね、おしゃれなんですよね、こういう。木目調で多分ね、新しく変えたんじゃないですかね、最近。はい。もともと普通のクローゼットだったと思うんですよね。こういう上側みたいな、こんな感じ。はい。よいしょ。こう天袋もこうつくんでですね、上の方も。はい、開くことが開けることができるし、セーフティーボックスもあって、はい、クローゼットですかね、あります。ちょっと下がねこう浮いてるというか珍しいんですけどね、上に浮いてるような、はい、クローゼット、下もちょっと何でしょうかね、スーツケースみたいなものをこう放り込んだりすることもできるかなと、はい、これぐらいね微妙な高さの隙間がちょっとあります。はい、ここに合わせてなんか衣装ケースとか持ってきていただいてもいいかもしれませんね。はい、これがメインベッドルームです。はい、ここにもちょっと台があってね、おしゃれですよね、こういう、はい、作ってらっしゃるんだと思うんですけどもね、こういうのがあって、はい、もう一つこれ2ベッドルームなんで、もう一つ横に、はい、サブのベッドルームがあります。で、ここもまあ引き戸になってますよね、こうガラガラと引き戸で。こんな感じですね、はい、こんな感じで天袋が少しついてて、両サイドについてます。こちらも一緒ですね、はい、こちらも同じ、はい、アイロンとか、まあ、アイロン台、これアイロンですね、アイロン台、こんなのもついてます。天袋付き、はい、比較的まあちょっと小さめの、はい、ベッドがついてます。で窓ももちろんついてますね、あと網戸ももちろん、これちょっとまだ開きませんけど、まあ、ここに網戸上から垂らしてね、はい、網戸もちゃんと上から下ろしてつけれるようになってます、はい、サブベッドルームで2ベッドルームなんで 2 2バスルームですね、2トイレットなんで、ここにもう一つトイレが、ちょうどリビングのすぐ脇ですね、脇の方にあります。はい、ここはグラスシャワーだけですね、グラスシャワーだけ、当然窓もついてます、はい、湿気飛ばしの窓もついてます、で便器があって、はい、洗面ですね、洗面の裏は収納っていう風になってます。はい、どうでしょうかね、これで100平米です。玄関入って右側、はい、左側ってこう分かれるんですけども、まあこじんまりとね、まあ、100平米なんでご家族連れでも OK、 小さなお子様、夫婦連れに小さなお子様、全然問題ないと思います、はい、あとご夫婦でもね、全然問題ない、単身の方でもお住まいになる分に関しては全然もちろん問題ありませんね。はいはい、でこれでね、家賃なんですけども、このいいところ、まあ、ちょっとこの道、下の道をまっすぐ向こうの方に、歩いていくと、もうすぐにフレーザースイートが見えてきます。まあ、歩いてちょっと10分、15分もかかるかな、まあ、自転車があればすぐですけども、でフレーザースイートのところにセレナショッピングモールがあるんで、セレナショッピングセンターがありますから、そこで買い物とかお食事とかも当然できます。はい、近いですよね。はい、まあ、太古の周りなんでね、ここの周りをぐるーっと散歩するとか、まあ、いろんな選択肢がこの太古の、近辺というか沿岸周りですから、いろんなことができるエリアかなと思います。何よりも静かですね、はい、下、たまにこうやって通るぐらいで、あんまり交通量がそんな多い道でもありません。非常に静かでのどかです、はい、こちら側にタクシーもバイクも走ってませんね、湖ですから当たり前ですけども、なんでまあ空気も比較的、ハノイの中ではまあ綺麗なところかなと思います。はい、お子様連れでもね、持ってこいかなと思います。はい、でここのお家賃がですね、だいたい$1,500から$1,800、この$300の違いはやっぱり階層ですね、はい、今ここは4階ですかね、4階、下よりも上の方が若干高いと、はい、見晴らしも良くなりますんでね、はい、上の方が少し高い$1,800、低層階が$1,500、それぐらいの家賃でこの部屋はお住まいいただくことができます。でこの$1,500から$1,800と申し上げてます、この家賃に含まれますサービスっていうのが、税金と管理費はもちろん入ってます、はい、レッドインボイスももちろん出せます、あとハウスキーピングサービス、週3回、掃除、洗濯やってくれます、でお皿洗いやってくれます、で洗濯した後のアイロンがけもやってくれます、はい、あとは蛇口ひねって出る水道料金ですね、この水道料金。であとはインターネットですね、光ファイバーの速い、Wi-Fi 付きの、インターネットの使用料で、ケーブルテレビの視聴料と、はい、この辺が、このサービス$1,500、$1,800の中に入ってます、はい、完璧な日本人を、まあ、対象にしたサービスアパートですね、いかがでしょうか、もちろんフルファニチャーですから、今ここに映してある家具、全部そのままお使いいただけます、テレビも電化製品も全部一緒です。はい、まな板も包丁もお皿もお鍋もフライパンも全部つきます、はい、こういうライスクッカーももちろんつきます。もうすぐにカバン一つね、服だけ持ってきていただいて、すぐに今日から生活していただけることができるというお部屋ですね。はい、いかがでしょうか。$1,500から$1,800、太古の東側、人気の東側です。はい、いかがでしょうかね。まああんまり長くは空いてないと思いますので、もしご希望であればいち早くハノイリビングの方までお問い合わせください。以上レポート終わります。